皆さんおはようございます。パクセイレンです。本日の日付は2021年4月の18日、小田急新宿駅に来ています。ただいま2番ホームに停車中のロマンスカーは10時ちょうど発特急ロマンスカースーパー箱根7号の箱根湯本行き。小田急ロマンスカーの最新型車両、2018年にデビューしました GSE で運転されています。特急ロマンスカーの運行本数は極めて多く、日中でも20分間隔で運転されています。10時ちょうどの特急スーパー箱根7号箱根湯本行きの後、20分遅れてスーパー箱根9号箱根湯本行きが運転されています。小田急ではスーパー箱根の他にも箱根、富士山、江ノ島、メトロモーニングウェイなど様々な特急列車を運行させていますが、その中でも一番格調が高いのがこのスーパー箱根号。新宿を出発すると次は小田原、そして次が終点の箱根湯本です。この今停車しているロマンスカー GSE が10時ちょうど発の特急スーパー箱根7号、その後がスーパー箱根9号の箱根湯本行き。このスーパー箱根9号の6分遅れて箱根57号が運転されていますが、箱根57号は新百合ヶ丘、町田、海老名、伊勢原、秦野、小田原に止まって、そして箱根湯本に着きます。スーパー箱根との停車駅の差は歴然です。スーパー箱根9号に6分遅れて箱根57号は新宿を出発しますが、小田原に着くのはスーパー箱根に遅れること22分。スーパー箱根がどれだけぶっ飛ばすのかがよくわかります。お出かけは快適空間のロマンスカーで、新宿管区にお勤めの小田急の社員さんたちがお作りになったポスターです。グレイスフォー、グレイスフルスーパーエクスプレス、略して GSE7000型、そしてこちらはエクセレントエクスプレス3000型、エクセアルファ、そしてこちらはマルチスーパーエクスプレス6000型、 MSE、 ボルトスーパーエクスプレス5000型、 VSE、 4種類のロマンスカーがこの広告の中では紹介されています。やってきました。向こうから明るいヘッドランプを照らしてスーパー箱根9号箱根湯本行きの到着です。新宿に到着するロマンスカーはどこかしらの駅、これは小田原だったり箱根湯本だったり本厚木だったり藤沢だったりするわけですが、で、まあ、そのどこかの駅からお客さんを乗せて、そして営業列車の状態でこの新宿にやってくるんですが、このスーパー箱根9号に関しては成城学園前のすぐ近くにあります北見検車区、そこから回送として誰もお客さんを乗せずに回送列車の状態でこの新宿にやってきて、そしてもうすぐに車掌さんとそれから運転手さんの位置が変わるだけで、今度ドアを開けてお客さんを乗せられるように、そういう準備がなされています。本日スーパー箱根の運用に着くのは2008年から運用を開始したマルチスーパーエクスプレスこと6万型 MSE。 MSE は6両編成と4両編成の2種類があって、最大10両編成を組み通勤客を大量輸送することができる、そういうロマンスカーなんですが、今回のこのスーパー箱根9号の運用では新宿から箱根湯本まで6両編成で運転されます。箱根湯本駅はホームの長さの関係で MSE が10両編成で入ることができないので6両編成になるのはわかるんですが、ではなぜ10両編成で走れる新宿小田原間も6両編成で走るのか、それについてはまた後で皆さんにご案内したいと思います。スーパー箱根9号の箱根湯本行きの側面にも表示が出ています。この MSE がスーパー箱根の運用に入るのは非常に珍しくて、確かもう2018年の3月のダイヤ改正からなんじゃないかな。一昔前まではスーパー箱根として運用されるロマンスカーには基本的に全て展望席がついていました。2012年に引退したハイ SE、 2018年に引退した LSE、 2005年に登場した VSE、 2018年に登場した GSE とそれぞれみんな展望席を持っているんですが、この6万型 MSE については展望席の設定はありません。そのため同じスーパー箱根号でも車種によって人気不人気が発生し、 VSE や GSE で運転されるスーパー箱根号はたくさんお客さんが乗っているけれども、 XE や MSE で運転されるスーパー箱根号はガラガラみたいなことがよくあります。この日もスーパー箱根9号に20分先行するスーパー箱根7号、あちらは GSE で運転されていて結構乗車率も良かったんですが、こちらのスーパー箱根9号 MSE の方についてはほとんどお客さんが乗っていませんでした。さて出発前に座席周りのご案内。ロマンスカーは全般的に座席のリクライニングがそんなに効かないんですが、 MSEもそこまで倒れません。またEアームテーブルはこれめちゃくちゃ出すの力入るんですよ。超硬いの。これ結構ね力入れてうーんって押し倒してるんですけど、結構ねこれが出すのに難儀するんですよね。それに大きさもそこまで確保されているわけではないので、やっぱりちょっとパソコンとかを広げるには狭いかと思います。またリクライニングはこんな感じ、まあ、そんなに倒れないんですよねやっぱりね。それからロマンスカーの座席といえばリクライニングが倒れない、そしてもう一つ硬いというのがあるんですが、この MSE の座席の硬さは本当にやばいですよ。本当にね、もう木に布貼ったのと同じぐらいです。またカーテンはこのようなロール式っていうんですかね、上から下ろしてくるタイプ。このカーテンの動かし方が結構難しいんで、皆さんも乗るときは気をつけた方がいいでしょう。ちょうど地下の各駅停車のホームからやってきたお客さんたちが黄色い展示ブロックの外側にはみ出しているということで、警笛とそれからミュージックホーンを鳴らして出発。これから皆さんを1時間と14分で箱根湯本へお連れします。このスーパー箱根号は平日は朝10時発と11時発の2本、
土曜休日は9時発、10時発、10時20分発、11時発の4本が運転されていて、このうち新宿小田原間を59分で走破するのは土曜休日の9時発、10時発、10時20分発、この3本だけになっています。またロマンスカーは基本的に2番ホームからの出発になっているんですが、この時間帯はロマンスカーが6分おきに出発するということで、このスーパー箱根9号は3番線からの出発、3番線から出発するロマンスカースーパー箱根号はこのスーパー箱根9号1本だけです。それではスーパー箱根号の車内放送をぜひお聞きください。新宿を出発して早速結構なスピードで飛ばしています。まもなく通過するあの駅は三宮橋です。この新宿とか代々木上原とかこういった区間では全ての列車がこのような快調なスピードで飛ばせるわけではなく、場合によっては各駅停車に前を抑えられて思うようにスピードが出せないということもよくあります。今回はこのスーパー箱根9号に新宿駅の段階で4分先行する各駅停車の本厚木行きがあったんですが、まあそれは次の代々木上原を通過すれば簡単に追い抜かしてしまえるはずです。この辺の線路は上り線が1本、下り線が1本の伏線ですが、代々木上原を境にこの小田急の線路事情は大きく変化します。代々木上原でどう変化するかはもう皆さんもうちのチャンネルの動画を散々見まくった方であれば分かってると思いますが、まあ一応ここではね黙っておきたいと思います。さあ右側から緑色の電車がやってきました。あちらは小田急線と直通運転をしている東京メトロ千代田線、ここが代々木上原の駅です。ここまでは上下線がそれぞれ1本だったんですが、ここから先は上り線が2本、下り線が2本の合計4本、複々線区間となります。今走っている線路はこの駅から先で急行、快速急行、特急ロマンスカーが走る急行線に変わり、そして地下鉄千代田線から合流してきた線路はこの先各駅停車、それから準急が走る観光線の線路に変わります。そしてこの先、東北沢、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺と続くわけですが、新宿駅をこの特急スーパー箱根9号に4分先行して出発した各駅停車の本厚木行きは、この代々木上原から先で立ちはだかると言いたいところですが、今ちょうど画面に現れたあれがそうです。もうこの代々木上原から先は各駅停車が走る線路と特急ロマンスカーが走る線路は完全に分けられているので、このスーパー箱根9号も比較的自由な走り方をすることができます。現在通過しているこの駅は下北沢、京王井の頭線との乗り換え駅で、快速急行も停車する主要な駅です。東北沢、下北沢、世田谷代田、この辺りでは複々線を作ろうと思ってももう地上に土地がないので、じゃあどうしようかということでいろいろ小田急も考えまして、そして地下にもう2本さらに線路を増やすということになりました。そのため代々木上原を通過して一気に東北沢に向かって地下トンネルを駆け下り、そしてさらに東北沢を通過しても地下トンネルを駆け下り、下北沢を通過したら今度はトンネルを駆け上り、地上に出ても急坂を駆け上がり、そして地上の高架橋の上に作られた梅ヶ丘駅を通過します。まるでディズニーかなんかのアトラクションに乗ってるみたいですよね。さて、さっき梅ヶ丘の手前でトンネルを出てからは線路の位置が逆になっています。代々木上原のところ、東北沢のところでトンネルを入った段階では、内側に観光線、外側に急行線という配置だったんですが、下北沢、それから世田谷代田、あの辺りを通っている間に線路の位置が逆になりまして、内側に急行線、外側に観光線という順番に切り替わっています。まもなく共同です。共同は上り線に限り通過線が設定されていて、反対側から急行か快速急行か分かりませんが、新宿行きの電車がやってきましたけど、あっちはホームのないところを通過していますが、こっちはホームのあるところを通過しています。やはり朝のラッシュの方が混雑が激しいので、たくさんの列車を同時にたくさん走らせられるように上り線の方が相対的に線路設備は充実しています。また代々木上原から上り戸までの複々線区間は全体的に駅間距離が短く、場所によっては歩いても15分くらいしかかからないような、そういう場所もあります。そういった立派な駅が連なっているところを速やかに抜けていく、やっぱ楽しいですね。新幹線に乗っているような感覚になれます。ただいま通過している駅は祖師ヶ谷大蔵です。祖師ヶ谷大蔵は準急とそれから各駅停車しか停車しないんですが、ただやっぱり複々線区間の駅ということで設備は非常に豪華。そして次が成城学園前なんですが、何やら観光線を列車が走っています。あの列車はおそらくこの後成城学園前に隣接する車庫、北見県車区の方に入庫する回送列車だと思われます。そう、実際回送列車っていう表示が出てるんですけど、もう本線上でもう止まるか止まらないか、それぐらいのスローペースでの運転を強いられています。おそらく前を各駅停車がなんかが走っていて、それで今赤信号がついてますけど、
まあ、それでノロノロ運転を強いられてるんでしょうね。一方その頃急行線を走るこのスーパー箱根はどうなってるかと言いますと、最高時速に近いだいたい95キロとか100キロとかそれぐらいのスピードで飛ばしています。ただいま通過しているこの駅が成城学園前で、この小田急は基本的に特急ロマンスカーを最優先で通すダイヤにしているので、でこうやってだいたいほぼ全区間にわたってこのような快調なスピードで飛ばしてくれるわけです。またこの成城学園前は前にうちのチャンネルでも紹介しましたが、快速急行は通過するのに一部の特急ロマンスカーが停車する、そういう種別の逆転現象が起きる、そんな駅ともなっています。さっき成城学園前につながるトンネルのところでちんたら走る回送列車を追い抜いていきましたが、あの回送列車がちんたら走る原因を作っていたのがあそこを走っているあの各駅停車本厚木行き、あれが前を抑えていたからさっき成城学園前のところで追い抜いた回送列車が止まりそうな勢いで走っていたわけです。今ちょうど北見の駅を通過するところ、ここで先行する各駅停車をこれを追い抜いていきます。回送列車には誰もお客さんが乗っていないので別に誰も怒り出したりはしないはずです。さあ間もなくさっき泉多摩川を通過しまして多摩川を渡っています。ここで東京都から一旦は神奈川県に入り、そして間もなく上り戸を通過します。この駅では JR 南武線に乗り換えることができ、また各駅停車から快速急行や急行、逆に快速急行や急行から各駅停車といった乗り継ぎもできるような巧妙なダイヤが設定されています。さあそしてここで隣一番線に止まっているあれが多分ね各駅停車だと思うんですけど、ここで各駅停車を追い抜き、また隣3番線にもちょうど新宿行きの電車が入ってきました。ここでちょうど1番線から4番線まで上り戸駅のホームが全て埋まっていることになります。これはなかなか爽快ですよ。さあそして皆さんにここで残念なお知らせ、ここまでずっと代々木上原から複線で運行されてきたこの小田急の下り線、そして上り線合計4本の複々線ですが、先ほど通過した上り戸で下り線の複線区間は終わり、そして間もなく通過するこちらは向ヶ丘遊園の駅ですが、この向ヶ丘遊園で今度は上り線の複線区間も終わり、この先はずっと下り線上り線ともに線路は1本ずつ新宿を出発した時と同じように複線での運転になります。ですから前を走っている各駅停車や準急急行を追い抜くときにはその列車に少し脇道にそれてもらって待避線に入ってもらって、そして待たせてからこの列車が後から追い抜くという格好を取らなければなりません。これはちょっと面倒なことです。さあそして次今度列車が通過しますあの駅は新百合ヶ丘、新百合ヶ丘は主要駅ですよ。特急ロマンスカーもたくさん停車する小田急の中でも重要な駅、ここで小田急小田原線とそれから多摩センターの方に向かう小田急多摩線が分かれます。でここであれは各駅停車か急行かわかりませんが列車を1本待たせて、そしてこの特急ロマンスカーが先行します。あどうぞどうぞロマンスカーはお急ぎですから先に行ってください。まあ、そんな感じでこのロマンスカーが急行か各駅停車か先行する列車を待たせて、そして先に進んでいきます。新百合ヶ丘を出てすぐのところで多摩線はさっさと高架橋の上に上がって、そしていなくなってしまいます。さあ電車が見えるかな、ちょっと見てみましょうね。あーちょっと今日は運が悪かったですね。運がいいとあそこで並走劇なんかも見ることができたりします。さあそして今度通過するこちらの駅はさすがに大きいですよ。町田、隣のホームで各駅停車を待たせているし、また反対側上り線の方でも各駅停車が急行の待避をしています。このホーム2面4線あるんですが、この2面4線あるホームすべてに列車が止まっているもしくは通過しているというのは、これやっぱりね生で見てても面白いんですけど、こうやって映像で見てても面白いですね。さっき多分もう過ぎちゃったと思うんですけど、横浜線の上をまたぎまして、そしてこの辺りで東京都からまた神奈川県に入ります。そして町田を出て次に通過するのがこちらが相模大野。個人的には町田駅って結構かっこいい駅だなと思うんですけど、相模大野も相模大野で町田とは少し違うかっこよさがあります。この相模大野はこのように真ん中に通過線があって、スーパー箱根号は元からここに相模大野駅などなかったかのようなスピードで通過していきます。またこの駅からは小田急小田原線の他に小田急江ノ島線が伸びていて、江ノ島鎌倉方面への観光客はもちろん藤沢湘南台大和といった江ノ島線沿線の町からの新宿方面への通勤通学の客さんもたくさん運んでいる、そういう路線です。朝のラッシュ時間帯には江ノ島線内だけ急行運転をして、そして相模大野から先は快速急行に化けると、そういう列車もたくさん運転されています。さあこの上をまたいでいるのが相模大野駅で合流する江ノ島線の上り線、また相模大野駅には隣接して大野工場という小田急で一番大きな車両工場があり、ここで多くの車両が検査を受けています。今なんか受けてるやついるかな、お、なんか全く帯を巻いていないオールシルバーの3000型みたいなのもいましたけど、あれはなんだ、あれも多分なんか検査かなんかやってるんでしょうね。あれは面白かったな、すごいな、あんなオールシルバーの3000型なんか初めて見ましたけど。
さあ続いてこちら通過しております駅は、これは多分小田急相模原とか座間とか多分その辺だと思います。この辺りは結構線形も良くて、こんな感じで結構のスピードでぶっ飛ばしています。相模大野から海老名にかけての線路はまっすぐ北東から南西に向かって伸ばされているので、かなりスピードが出しやすい区間なんですね。さて、うちのチャンネルでもオープン初日に動画を投稿しまして、そしてその動画は多くの方々に見ていただきありがとうございますって感じなんですけど、小田急電鉄では2021年4月19日にこの先にあります海老名、そこに新しくロマンスカーミュージアムという小田急の鉄道博物館を開館させました。ロマンスカーミュージアムの展示の目玉といえば何といってもロマンスカー、役目を終えて引退したロマンスカー5種類がロマンスカーミュージアムで展示されていますが、その中で一番古いのが1957年に登場した3000型 SE でした。3000型は非常に優秀な車両であり、新宿小田原間を60分未満で結べるように開発された車両でした。しかし実際には新宿小田原間を60分未満で結ぶダイヤで運転されることはありませんでした。小田急の旅客輸送需要が増え続け、そして列車を増発しまくった結果、特急列車を思うようなスピードで走らせられなくなったからです。しかし小田急が50年という長い歳月をかけ2018年に完成させた約10キロに及ぶ複々線、それを使って新宿小田原間1時間未満での特急列車の運行はついにその2018年の3月から実現することになりました。しかし線路上にいる列車本数の多さは、新宿から遠く離れたこの海老名までやってきても多いということには変わりありません。ですが先ほどよりも明らかにスピードが出るようになってきました。特急ロマンスカーの最高時速110キロ、それに近いスピードで列車はどんどんと神奈川県の一大観光地箱根を目指します。小田急ロマンスカーの最高時速110という数字は、他の大手施設で運転されている特急列車と比べると少しスピードが落ちています。関東では京成がスカイライナーを160キロで走らせているし、東武鉄道も特急スペーシア、リバティ、両毛をそれぞれ120キロで走らせています。また関西に目を向ければ、近鉄が火の鳥やアーバンライナー、島風といった優秀な列車たちを130キロで走らせているし、それから有料列車を運転していない京急や西鉄なども特急列車や快特電車を120キロで運転していますから、だからこの小田急ロマンスカーの110という最高時速、その文字数だけを見れば少し他の鉄道会社に比べて遅れを取っているような気がしますが、しかし実際には小田急ロマンスカーにとってはこの110という数字がぴったりです。なぜなら小田急の列車本数は非常に多いため、120キロとか130キロとかそういった高速走行性能をロマンスカーに乗せたところで威力を発揮できず、結局は宝の持ち腐れになってしまうからです。列車本数の多い小田急の線路上で前の列車を追い抜きながら走るには、120キロぐらいあれば大丈夫、それぐらいあれば十分高速走行ができる、そういう考えなんでしょうね。さて先ほど列車は本厚木を通過しました小田急線内で6番目に利用客数の多い駅、厚木市の中心駅ですが、この列車はスーパー箱根号です。新宿を出ると次は小田原まで止まりませんから、もちろんあの本厚木も通過してしまいます。横に止まっている3000型は本厚木まで各駅停車としてやってきて、そして今この引き上げ線で停車してまた進行方向を折り返し、本厚木発新宿行きの各駅停車として出発していきます。この辺まで来てもやっぱりまあまあ列車本数があるので、タイミングを見計らって、そして列車の入れ替え作業などやらなければいけません。向こうには丹沢大山が見えています。江戸時代には山岳信仰の象徴として富士山ともとも人気を集め、富士登山やお伊勢参りの帰りに江ノ島とセットでこの丹沢を訪れる、そういう人も結構多かったんだそうです。今くぐったこの道路は多分これは新東名高速かな、多分新東名高速だと思います。まもなく通過するこちらの駅は伊勢原です。伊勢原は昔特急ロマンスカーの停車駅からは外れていたんですが、最近丹沢大山の観光需要の増大に伴い3年4年ぐらい前からかな、海老名と一緒に特急ロマンスカーの停車駅に格上げされました。1日に数本停車があります。ちなみに今回乗車しているこのスーパー箱根号、今年新宿小田原間59分の運転ですが、僕が見た感じだと、ま、結構ダイヤの調整とかは大変そうでしたが、ただ車両の性能の意味では、ま、かなり余裕があるように感じました。1分や2分遅れたとしても多少回復運転をすればまた簡単に帝国に戻ってしまう、まあ、それぐらい余裕があったように感じました。110キロで走っていた時間もそんなには長くありませんでしたしね、まあ、ちょっとだけ110キロを出したような感じはありましたが、ただ全体的に90キロ台から100キロ前後、それぐらいのスピードでの運転が多かったような気がします。もっと出そうと思えば110キロを出しまくって、そしてもっとね、なんか新宿小田原55分とかそれぐらいの運転もできるような気はするんですが、ただまあ新宿小田原59分という数字でももう十分すぎるぐらいに早いですから、だからもう僕個人としてはこれ以上何かこのスーパー箱根号に対してもっと速く走るとか、まあ、そういうことを言うつもりはありません。強いて言えば、まあ、新宿行きの特急スーパー箱根を走らせてほしい、それぐらいでしょうか。列車はまもなく秦野を通過します。秦野も神奈川県内の中ではそれなりに需要の大きい街、
反対側のホームには新宿行きの特急箱根号が停車しています。3万型エクセルファー、この3万型エクセルファーとか今乗っているこの6万型 MSE というのは14編成をつないで、そして途中の駅にポツポツと止まりながら沿線のビジネス需要を拾っていく、まあ、そういう列車、特に箱根号とか相模号、江ノ島号に運用されることが多いんですが、今日は1番の花形スーパー箱根号の運用に入っている。いつも地味な活躍ばかりしている車両がここぞという時に1番の左右等の列車の運用に入って、そして途中の駅を全部すっ飛ばしていく。これほど爽快な体験っていうのもね、なかなかできませんから、皆さんもぜひ MSE とか XL ファーに乗る際にはこのスーパー箱根9号の運用を狙ってみるといいんじゃないかなと思います。MSE や XAlpha は一番前に運転席がありますから、 VSE や GSE と違って完璧な展望席という感じではありませんが、しかしそれでもこのようなかなり見晴らしのいい前面展望を見ることができます。 VSE や GSE の特急列車と違って、この MSE とか XAlpha っていうのは観光客からはあまり受けが良くないので、割と前面の一番前の席っていうのは空きがちですから、もしも VSE や GSE で運転されるロマンスカーの最前列が取れなかったら、このエクセや MSE で運転されるロマンスカーの最前列を狙ってみると、割ともう当日でもね取れたりしますから、皆さんもぜひこのエクセとか MSE の最前列狙ってみてください。結構楽しいですからね。いつも地味な活躍ばっかりしてる車両が駅をどんどんすっ飛ばしていく、これほど楽しい経験はなかなかできません。でまた今日はねかなり天気が澄んでまして、さっきも富士山が見えたんですが、この辺りでもまた富士山が見えております。非常に綺麗。渋沢を過ぎてトンネルを何本もくぐり、そして谷川を渡ると、そこから先はおおよそ他のロマンスカーと同じような走りになります。奥に見えているあの高架橋は東名高速道路で、もうまた奥から富士山が見えてますけど、そして手前には今度は多分新宿行きの特急箱根号かな。今度はでそれがやってきました。まもなく通過します駅は新松田。今右側に線路が1本分岐していきましたが、あれは JR 東海御殿場線とそれから小田急を連絡する松田山落線で、御殿場行きの特急富士山号などはあそこを使って、そして JR 東海に直通しています。御殿場線の線路をくぐって、そしてまた新松田駅で待機をしている、あれは多分新松田発の各駅停車だと思いますが、それを追い抜いて、そしていよいよもう新松田を出れば小田原まではもう間もなくですから、最後のラストスパートをかけに行きます。列車は新松田を過ぎると酒和川を渡ります。相模川に次いで神奈川県では2番目に重要な川、静岡県では鮎沢川と呼ばれています。源流は富士山の東の麓で、 JR 東海の御殿場線それから東名高速と並行するように流れ、そしてこのまま足柄平野を南下、小田原市内にある河口から相模湾へと流れてます。今向こうに富士山が見えてますけど、だいたいあの富士山のこちら側に向かって降りている斜面、あの辺りに酒和川の源流があります。この酒和川の豊富な水のおかげで足柄平野では稲作が盛んです。神奈川県、ひいては関東でも有数の穀倉地帯として有名で、この足柄平野で採れたお米というのがこの辺の地域では小学校の給食で使われているんだそうです。まもなく列車は海西を通過します。近年海西の駅の周辺に多くのマンションが建てられ、そして利用者が増えた関係で、2019年3月のダイヤ改正から急行列車がすべてこの海西に止まるようになりました。新宿から快速急行でやってきた電車が一つ手前の新松田で快速急行から急行に種別変更をして、そしてこの海西に泊まるということもやっています。そんな動画もうちのチャンネルで取り上げましたね。さてここで皆さんに現在走行している足柄平野のご案内をしたいと思います。足柄平野は神奈川県の南西部に位置する平野で、通常いわゆる関東平野には含まれないそういうところです。周辺を北は丹沢山地、東は大磯丘陵、西は箱根の外輪山と山々に囲まれ、南は相模湾に面しているそういうところ。最北部にあたる仙丈部からは丹沢山地から流れてきた酒和川が平野に入り込み、その後北から南へと貫くように流れ、小田原市内で相模湾に注いでいます。気候は温暖ですが比較的狭い平野のため、人口うん百万とかそういった大都市の形成はできません。足柄平野は川の流れによって土砂が堆積し、そして平野を形成したいわゆる沖積平野というところで、酒和川が平野の形成に大きく寄与しています。一部地域に段丘や自然堤防があるものの、平野全体で見るととてもなだらかで起伏が少ない地形です。それはこうやってこの大パノラマを見ればわかりますよね。また足柄平野は水が非常に豊富なところです。井戸がそこら中にたくさんありまして、一世帯に井戸が一つずつあるようなところも珍しくありません。自治体の水道も平野に井戸を掘ればある程度の水量が得られるため、川の取水と並んで井戸の地下水も水道の水源として使われています。逆に言えば地下開発をしようとすると水がもう簡単に湧き出てしまうので、しっかりした地下水対策工事をやらなければまともに地下開発もできないようなそういう土地でもあります。また昔から足柄平野は肥沃で水が豊富なことから、現在においても農業においては稲作が中心なんですが、現在では相対的に水田は住宅地化も相まって減少が続いています。
現在では工業が特に中心になっていますかね。平野内には富士フイルムとか朝日ビールの工場があって、これらは首都東京への交通の便が比較的いいことが主な理由ですが、他にも足柄平野の豊富で良質な水が操業上必要不可欠であったため、それを求めてこの足柄平野にやってきたと、そういう企業も結構多くあります。まもなく列車は小田原に着くと言っています。車内でガサゴサと物音がするようになりましたが、これは小田原で降りるお客さんたちが自分の荷物をまとめ始めたからです。この小田原で結構なお客さんが降りまして、そしてまた小田原からも多少お客さんが乗ってきました。この特急スーパー箱根9号は新宿小田原間の最速列車、なおかつ新宿箱根元間の最速列車であるだけではなく、実は小田原箱根元間の最速列車でもあります。列車は小田原から先、箱根登山線内、箱根元まで単線区間を走行していくわけですが、その途中、箱根板橋、風祭り、入り札、この3駅、どれでも対向列車の待ち合わせをすることなく、小田原を出発してからノンストップで箱根元に到着することになります。東海道新幹線の高架橋をくぐって、そして新幹線、東海道線のホームと同じ向きに設置された小田原駅のホームに入線です。すごいですよね。ただいまの時刻11時19分。もう本当に時刻通りに着きましたからね、小田原に。これは本当にすごいことですよ。これはね、面白いですよ。 VSE とか GSE で運転されているスーパー箱根ももちろん面白いと思いますが、こうやって普段はスーパー箱根の運用につかない、そういったちょっと地味な活躍ばかりしているような列車で旅してみるのも、これもね、面白いと思います。わずかな停車時間で小田原を出発、次が終点の箱根元です。またミュージックホン鳴らしますけどね、これはあれなのかな、システム上勝手になってしまうのか、それともあれなのかな、運転手さんが好きで鳴らしてるのか分かりませんが、結構今回このスーパーハコに乗ってて 5,6 回ぐらいね、このパノラマホンじゃない、ミュージックホンを聞いた気がします。小田原を出ましたからまた車内放送がかかります。この小田急ロマンスカーではどこどこからご乗車のお客様という言い回しが結構名物になってまして、このスーパー箱根号で小田原を出発した時にも流れるのかちょっと分からないんですけど、とりあえず聞いていきましょう。小田原からご乗車のお客様とは言いましたけど、この電車は特急スーパー箱根9号箱根元駅です。列車名とそれから行き先の案内はなかったんですね。まあ特急ロマンスカーの場合、小田原を出ると全列車が次は終点の箱根元なので、わざわざ小田原を出発したところで列車名を説明するとか、そういう必要も多分ないんでしょうね。対向の東海道線上野東京ラインの電車、これはどこ行きか分かりませんが去っていきまして、そしてこの先、今ガーター橋がありましたけど、ここで熱海方面の東海道本線と、それから箱根元方面に向かう箱根登山線が分かれていきます。東海道線の方はこれから先どんどん湯河原とか熱海とかそっちの方へ、相模湾に沿って海っぺりを南下していきますが、こちらの箱根登山線の方は箱根のカルデラの中へどんどん山を分け入っていきます。小田急線内はそんなに急勾配も急カーブもたくさんはなかったんですが、ただこの小田原と箱根湯本の間の箱根登山線、ここだけでもだいたい標高が100メートル近く上がりますので、かなりの急勾配、それから急カーブが連続します。向こうのカーブ、右カーブですが、制限速度はなんと35キロ。35キロ、さっきまでね、あの100キロとか出してたような特急がいきなり35キロ制限のカーブに引っかかる。こんなすごいですよね、本当にね。逆に言うと35キロ制限のカーブを作らなければならないぐらいに、この箱根の山は厳しいということです。このカーブも、これもね、多分30制限とかじゃないかな、30とか35とかそれぐらいの制限速度で、またこのカーブだけでなく勾配もかなりきつくてですね、この辺はでもそんなにきつくないのかな。場所によっては40パーミルとかもありますんでね、ロマンスカーに40パーミルの急勾配登らせんのかって感じですけど、もうそういう勾配がもうそこら中にありますんで、本当に小田原と箱根湯本の間だけロマンスカーに乗るというのでも十分楽しめると思います。さあ、列車はまもなく風祭り駅を通過します。この風祭りの駅で対向の小田原行きの各駅停車が待っています。そろそろ見えてくるんじゃないかな、あそこに分岐器がありますんでね。さあ、この今まっすぐポイントがなってますけど、この右側のところに小田原行きの各駅停車が待機しています。見えるかな、ちょっとね、この柱が邪魔でね、見えづらいんですけど、いるかな、ほんと見えないな。あ、いましたね、こちら真っ赤っかな線型、
こちらが現在小田急線じゃなかった箱根登山線の小田原と箱根湯本の間で各駅停車として運用されているそういう車両です。風祭り駅も止まらずにそのまま通過、出発信号機は青を現示していました。さあ次は入歌ですが、入歌では今度新宿駅で20分この列車に先行したスーパー箱根7号の折り返し、新宿行き特急箱根号がちょうどこの入歌駅に停車したところ、停車というか到着したところ、そしてこちら側のスーパー箱根9号も入歌駅に間もなく到着というところです。入歌駅もこのまま通過するのかな、いやしない、止まっちゃうのかな、なんかスピード的には止まりそうですし、それから入歌駅の出発信号も赤出してますんで、停止を現示してるってことは入歌停車か。あ、すいません、小田原から箱根本までノンストップかと思ったけど、あ、入歌止まるんだ。へえ、これは知らなかったですね。すいません、嘘ついてましたわ。入歌止まるわ。ずっとね、小田原から箱根本まで途中どこも運転停車とかしないと思ってたんですけど、いや、止まるとは知らなかったな。あ、でも、止まって、でも、それでも、小田原から箱根本までの最速達便ってことは、もしここで運転停車せずに、このポイントまっすぐそのまま行けば、まっすぐっていうか、右側に合流すれば、もしかしたら、でも1分ぐらいは短縮できるのかな？いやでもそうでもないか。まだちょっとだけ一瞬止まってすぐ出発しただけですからね。そんなになかなかと止まったわけではないし、別にここで止まったところでそんなに大きな時間のロスにはならないんでしょうね。そして、この入歌から先、よく見ると、なんと線路が3本になっています。これは小田急の車両の線路幅が1067ミリ、JR の在来線と同じなのに対して、箱根登山鉄道の車両の線路幅が1435ミリ、新幹線や近鉄、京急と同じだからです。機関幅が違う2つの車両を同じ線路の上で走らせるには、もちろん線路を3本用意しなければならないんですが、ただこの区間、入歌と箱根本の間で営業運転を行っているのは、線路が狭い1067ミリ小田急の車両だけです。では1435ミリの線路、これは何のためにあるのかというと、箱根登山鉄道の車庫が実はさっき通過したあの入歌駅の脇にありまして、そこに入出庫するために実はあの1435ミリ箱根登山鉄道が持っている車両がこの区間を夜間それから早朝に通過するんですね。なのでその入出庫のために入歌と箱根本の間では線路が3本敷かれているわけです。そしていよいよ新宿を出発してから1時間と14分終点の箱根本にやってきました。いやー久々に来ましたよ。もう本当にね、コロナになってから多分一度も来れてなかったんで、多分1年半ぶりぐらいに箱根にも来たんじゃないかな。もう全然来てませんでしたからね。小田原までだったら何度か行ったことはあるんですけど、でも本当に箱根本まで来たのは久々だし、それから箱根登山鉄道が全線復旧してから来たのも実は今回が初めてです。いやもう本当にね、ニュースで線路流されました、路盤どっか行っちゃいましたっていう報道を見た時は、これ本当に復旧できんの？と思いましたけど、でも1年経たずして復旧したっていうのは本当に素晴らしいことだと思います。ということで今回は特急ロマンスカー最速達便、新宿小田原59分、新宿箱根本74分、スーパー箱根9号に乗ってきました。スーパー箱根は全般的に混んでいる傾向にありますが、ただこのスーパー箱根9号に関してはかなり空いていますので、皆さんもぜひスーパー箱根に乗りたかったら、この9号を狙ってみるといいんじゃないでしょうか。それでは今回もご視聴ありがとうございました。